第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はバイオロンド、マスターカフェ一心に追いすがります。バイオロンド粘る、一気にエトワールスイフト、エトワールスイフト、エトワールスイフト、1着2着にはどうやらバイオロンド、見事に勝ちました。エトワールスイフト、大気ブリザード敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は河内トリビュート、後続馬も足を伸ばしてきました。竹のベルベット、抜けた、マイネシリウス、マイネシリウス、マイネシリウス、1着2着にはどうやら竹のベルベット、見事に勝ちました。マイネシリウス、河内トリビュート敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠の稲妻高王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ハイキメロディー、好スタート、綺麗なスタートを切りました。桜栄光王、前に行きそうです。続いて大気メロディー、その外からアグネスゾーン、ピンクの帽子、稲妻隆王、その後ろコートライジング、そのうちに続いています。並んで12番メジロラーク、シンボリレーサー、この馬もこのグループ。すぐ後ろにカフェファニー、並んで4番ゴーゴーゼット、桜スーパー王、この馬もこのグループ。マイネルアルビレオ、すぐ後ろ内からはノーフライヤー、青の帽子、ファイブジーニアス、その後ろ。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。ここでギャラントバック先頭に変わりました。アグネスゾーン、ほとんど差がありません。桜栄光王、3番手ラリタブライアン、いい位置です。先頭を捉えにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってラリタブライアン、ラリタブライアン先頭です。引き離しにかかりました。2番手は桜栄光王、あと 200m、 成田ブライアン先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はリコーペガサス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。成田ブライアン1着、2着はリコーペガサス、これが世界の実力だ。成田ブライアン